王子研究会は中華民国初期の革命団体。孫文らが率いる中華革命党同様に遠征外打倒を目指した団体だが、孫の指導体制に反発した高校らにより組織された。1913年7月からの第二革命に敗北した孫文は日本に亡命し、翌1914年7月8日に東京で新たに中華革命党を組織した。 中華革命党は加入者に孫への絶対的な忠誠を要求したため、この体制に高校をはじめとする多くの革命派人士が反感を抱くことになる。同年8月、孫文に反発する革命派人士たちのグループは東京において王子研究会を結成した。この研究会の名は欧州情勢の重大さにつき集合して討論することを目的としたことから、 つけられた。王子研究会の結成で中心となったのは、高校と兼ねてから親しかった、離婚元と、少子賞である。このほか北起人には、法誠常陰南尻、礼林虎、定選などが名を連ねた。会員は100名余りを数え、これ以後も、語法運動で活躍したり、国民政府に参加したりする著名な人種が、参与している。ところが高校は、 王子研究会結成の時点ですでにアメリカに去っていた。その後、木は訪米中に離婚原らからの要請を受け、王子研究会の構成員となることは了承したが、自身がその領収となることは辞退している。それでも、リラにとっては、やはり木が真珠の領収であった。王子研究会は、中華革命党と異なり、表向きは急激な革命路線を掲げなかった。 むしろ、全身主義、同情主義を採用して、恩賢に、遠征外に対峙することを胸としている。しかし、縁が、皇帝即位を目論むようになると、離婚源らは、果敢に決起して、五国戦争にも貢献した。1916年6月、遠征外が、皇帝即位取り消しの末に病没すると、王子研究会は事実上解散される。 その構成員たちも様々な政治路線へと分かれて行くことになった。ありがとうございます。